おはようございます、私たちはですね、今日はあの静岡県、はい、渚園キャンプ場に来ております。今日はあのキャンピングカーファンフェスというね、1年に1回やってるちょっと大きめのイベントがありましてですね、はい、気になるシェルを見つけたんでご紹介。見つけたというのもめっちゃ知ってたやん、まあ、そう、今日は撮らせてもらおうと思って、はいはい、あの来ましたんで、はいはい、ご紹介させていただきたいなと思います、はい。まあ、この後ろちょっと映ってるやつね、うん、詳しくはご本人にいろいろ紹介していただこうかなと思っております。はい、はい、ということで今日はですね、 YouTube 僕らよりも全然有名な、結構ね DIY とか、もともとねあの軽トラック、はい、シェルを作ったりもね、はい、してて、今ご自分の小屋を制作している、はい、YouTuber の川瀬雄大くんでございます。お願いします。川瀬です。すいません、ありがとうございます。なんかもう申し訳ございません、もうこんないただいて本当にすいません、ね、川瀬くんのね YouTube にももうあのシェルの紹介上がってると思うんですけども、それよりもちょっと早めに今ちょっと動画撮らせていただいております。内装の方はまだ未完成と、そうっすね、いうところなんですけど、まはいはい、これ全部完全自作の。そうですね、もう全部一人で一人でですよね。そうですね、2回ぐらい手伝ってもらったぐらい板は持ったりするそんなも手伝ってるうちは一応一人ですということでちょっと紹介させていただきたいなと思います、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。ベース車ですね。そうですね、こちらはこれが日産のバネットトラック。バネットっすね。見た目ボンゴや思ってました。思ったで、ロングなんで一応1トントラック。なるほど、積載が、はい、やっぱりですね、前回は軽のシェルを作ってたじゃないですか。そうですね、重量的なんでどうですか。軽トラ350キロまでだったんで、はい、それが厳しくて内装なんもやれず、あ、どっちかといえば旅したいより作りたい方が作って満足作って満足タイプですだったんで、はい、もうそれなら1トントラック買って、もう思い切ってできるなと。そうですね、もうこれもサビサビだったんですけど、あ、もう塗装ねされてますもんね。自分でなんか塗装して、ああ塗装も全部で 1,2 万ぐらいですかね。自分でやって。そうですね、すごいっすね緑と黒く塗ったり、あ、これも塗ってるんですね。そうですね、なるほどなるほど、一応塗りました。ネズミ色みたいな感じだったんで、あ、あ、はいはいはい、なるほど。まあ、1トンということは今シェル自体の重さにどれぐらいですか。今直近で測ってないんですけど、はい、まあ、大体キッチンとか荷物全部積んで800とか、うんうん、それでも800ぐらいなんですね、うん、ぐらいかなとは一応。今のじゃあ空っぽの状態だったらもっと全然軽い。もう少し軽いですね。これ柱が一応なんか3センチと4センチのやつでやってたりして、はいはい、面で支えてるんで、あ、なるべく軽量化で。なるほど、一応やっぱり1トントラックといえど木なので、はい、そうですよね、重量きますよね。そうですね、でも当然断熱とか入れてみたいな。断熱も入れてってことはこう厚みもあってっていう感じですもんね。1トントラックですけど、やっぱもう 1.5 トン、2トンも羨ましくはなってきました。ギリね、まあ、これで当分は。当然 YouTube もそうですけど、はい、SNS とかでよく見てたんですけど、はい、生で見たらやっぱこれ手作りってすげえなと思いますよ。でかい、本当にでかい。これ高さも3メートルぐらいなんですけど。あ、そんなあるんか。そう、でも一応法律上 3.8。 そうですよね、そうですよね。意外とまだ余裕ある。余裕ある、ね、あります。あと80センチいけるところですもんね。一応行こうと思えば K ね 2.5 やから、うん、そうですね、さすがに限界まではやめました。まあそうですね、車内でこうリラックスできるぐらい十分でしょ一応自分も住もうって思ってるんで、あ、ちょっとずつ。いや、いいですね、こうしたいなって確かにそれ、これできるかどうかはだいぶ違う。今固定方法は、はい、ラッシングですかね。そうですね、ラッシングベルト、結構デカめのラッシングですね、はい、普通に。そうですね、一応これ4トンまでいけるやつ。あー、なるほど。で、今ここと、あ、こっちはボルトを中に通してみたいな。アイボルトで、そうす、感じですね。あ、なるほどね。それを4本と4箇所、あとまあターンバックルとかで一応ちゃんとターンバックも使ってるんですね。そうですね、なるほどね、ここうまいこと使ってますね一応あ、なるほど、まあ、あとはまだやってないですけど、この後ろもはあはあ、2箇所ぐらいは一応チェーンかなんかで固定しようかな。めっちゃがっつりですね。そうですね、まあ、なるべく隙はまあ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 、確かに、いや、すごい、だけど重いんで正直だいぶ安定はしてる。どうです、やっぱ車の性能も違うとは思うんですけど、はい、K のシェル乗ってた時と今回とってどう、やっぱ違います。完全運転しやすい。あ、全然違います。こっちの方が、軽トラの方が揺れます、ね、やっぱそう、自分は、はい、高速道路とかちょっと煽られてましたけど、まあまあ、確かに1トンだと意外とやっぱガチッとしてる。意外とガチッとしてます。ちなみに木は何を使ったんですか。木は普通のパインのやつなんですけど、パイン材を。そうっす、これもなんかブツブツ交換では？なんか材木屋さんがちょうどアクリル板欲しいみたいな、
言われて、で自分ちょうどアクリル板いっぱい持ってたんで、ちょうどアクリル板、アクリル板も無料でもらってたやつ。いや最悪や。だからアクリル板あげるみたいになって、あ、じゃあ板くれるってなったんで、もこの外壁は無料です。すごいですね。全部まあまあの量ですよね。でもまあまあの量です。まあ、だいぶ多分こっちが得してるというか。これちなみに色ね、黒いのと黒と、これ塗装ですか、はい、これ全部塗装ですね。こういうのカットすると、はい、こういうところから染みてくるんで、なんか切れ目だけ入れようみたいな感じで。あ、ってことは一本物ってことか。全部1枚ですね、こっからあっちまで。なるほどね。4メートルぐらいの板もらったんで。おー、はー、これ一応全部板の切れ目、こういうところはまあない。あ、ある風に見せてるっていうだけですね。なるほど、なるほど。本当は全部1枚。わー、小細工がすごいですね。え、こっちもですか。どれですか。ここの窓とか。あ、これもですね。え、手間めっちゃかかってますね。これも1枚ですね、全部。めっちゃ可愛い。すごい。これも切れ目入れて。なるほど、なるほど、切れ目入れてる。これが、この1枚ってことですね。この1枚ですね。これが1枚入れてます。なるほど、なるほど。この1枚。窓がまたおしゃれですね。うん、そうですね。あ、すごいね。これはね、このサイズぐらいがちょうどいい。いや、いいと思います。すごいっすね。何枚使ったんですか。板です、ね、板を。いや、わかんないです、まだ計算してないんで。また一応お金何円かかったか全部計算しようと思ってレシートは取ってるんです。あ、なるほど。屋根はどんな感じなんですかね。屋根はなんかホームセンターに売ってるオンデュリン、はい、オンデュリンっていうなんか屋根材みたいなのがあって、なんか瓦屋根風なんですけど、めちゃめちゃ軽量で、固定方法も簡単で、ビスってキャップみたいなのが付属で全部ついて、なんか YouTube でやってましたね。そうです。ちゃんと簡単でしたね、これはめちゃめちゃ。どうですか、雨漏りとか全然。今のところ全くですね、うん、これ結構手間じゃないですか。これでもレーザー彫刻機があるんで、もうデータをピッて送ったら、ねーって。それも川瀬くん、そうすね、持ってるんですか。残ってます。すごい。何でもそういうの欲しくなっちゃう。やべえ。ほんちょっとあれだけどもめっちゃ可愛いもんね。そう、全然作りますよ。マジですか。デザインコースターとかも、コースターもいけますし、ステンレスとかも何でも。ここも一応2つ。あ、これね、はい、え、すごいっすね、これ。でビスでやって隠して。あ、なるほど。この後ろの玄関のところがすごいわ。すごい、確かに。これもこだわったポイント。いや、めっちゃいいっすね。なんかいろいろこうすると物も置けるし、はい、ちょっとぐらいの雨やったらしのげるんですか。そう、防水性がやっぱ上がるんで、こういうところの。あと室外機を置くかみたいな。室外機迷ってはいます。確かに置ける。確かに置けますね。で、これちょっと穴開けてもう泣くとなって。一応。はぁ。あとこれですかね、こだわった点。めっちゃ、これなんか俺 YouTube で見たかもしれない。これめっちゃ時間かけてませんでした。そうそう、落ちてる丸太みたいなやつがあったんですけど。それをもうここ削って、横側も。で、なんか掴みやすいように。一応誰の手でもフィットしやすいように。川瀬君って独学なんですね。完全独学ですね。え、もともと興味はあったんですか。なんか仕事にそんなしてたとか。いや、もう全くないですね。工具とかも使ったことはなかったか。工具もないです。マジですか。家にもノコギリとかがあるぐらい、まあ、インパクトとかも使ったことなかったですか。全然ないけど、なんか好きっていうのはありました。あ、やりたいなみたいな心の中で。なるほど。好きやったらできるんやね。川瀬君の知らない時、はい、あの自作で作ったテーブル、あ、はいはい、もうそう回ってるやつあるじゃないですか。あ、そうですね。あれを自分たちがまだ日本一周とかする前に、はいはい、見てて知ってたんですよ。なんかまさかこんな作ってって知らんかったから。そうですね、自分もびっくりです。とりあえず、まあ、DIY 記録で YouTube をやりながらって感じだったんですけど、ね、ハマりにハマって全てを捧げてます。バックカメラとかも、あ、うわ、おる。あ、すごいっすね。見えないんだよ、もう後ろが。確かに後ろ見えんの怖すぎる。運転中も見たいんで。そうっすよね。ちなみにこれでも、例えばシェル外すときとか、この線どういう感じですか。こう繋がってて、ここに来てて、コードが。ああ、はい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 、はい。ここから下から行って、はい、ちょっと中におると。これまだ何もやってないんで。まだ制作中なんで、あれなんですけど。これからね。まだ途中やから。すみません、深いとこ突っ込んでしまった。汚いっすか。いや。で、ソケット、シガーソケットタイプなんで。あ、だからもうシガーソケット抜いて、ここ向けた。そういうことか。なるほど。一応ね、入れてはいますけど。ここが、ここだけね。ここだけまだ。本当は、こっちから。あ、
やると思いますけど、優先順位は低い優先順位、とりあえずもうそんなことはどうでもいいと思う。そうですね、ちょうど緩いんでこのトラック。あ、このトラックいくらで買ったんですか。これはどのぐらい、40ぐらい。ああ、いや安いですね。そうです、40で全部タイヤとかもいろいろスタッドレスとかもついて、お車検もあって。あ、すごいですね、なかなかお得な。そうですね、車検取ってくれたんで、すごい。まるまる2年、そう1年か、1年ですね、1年ですね、はい、あ、まだ途中と言われている、ちょっと中の方を、はいはい、拝見させていただいてもよろしいですか。はい、あ、すごい、ありがとうございます。いや、すごいですね。今電源は、はい、あ、ポータブルです。でかっこれ何分っすか。2000ワット出ためっちゃでかいですね。オルエッティの、あー、やばい。あ、これで今は電気全部賄ってる。そうですね、まあ、この辺まだ配線隠してないですけど、これからね。ここね、階段になってるんですよ。そうですね、ここもまあ隠れるんですけど。そうですよね、まあ、今制作途中っていう、もう雰囲気でね、そういうことですよね。階段になってバンクに行くと、上で寝ると。めっちゃいい、めっちゃいい。ちっちゃく見えてんけどさ、結構広いですよね。多分これ180ぐらい、ここが。そんだけあったら十分寝れる。で、ここシングルぐらいの幅はあるんですよ ね、 すね。ここもフェンスとか作るかもしれない。あ、ちょうどシングルぐらいだと。あ、しかも立ってもこんだけこんな余裕あんね。170以上あっても。そうですね、カーゼの背高いですもんね。そうですね、180ぐらいですか。178とか。あ、それでもこれできるこれが自分の中で重要で。すごいわ。そこが本当運転とのギリギリの自分の中の攻め合いの妥協点ですね。なるほど、いいですね。ほんでこの天窓、天窓めっちゃいい。そう、これが開くんで。開くんや、すごい。やばい、こういくと一応。うわ、めっちゃいいや。え、登れるんや。失礼します。え、やばいっすねいや、やばいっすね、まあ、一応登れるようには。これすごい。こういうのってでもなんか雨漏り壊ないですか。一応これもう屋根材とも全く同じ会社のやつで。あ、なるほどね。あ、なんか見たことあるかもしれないですね、これ。ホームセンターに多分結構カインズとかいろんなとこ売ってると思うんですけど、一応これが。え、すごい。この辺のもう天窓がここまでついてるやつなんで、もうでこの上に天窓を同じ容量で乗せるだけ。すごい、これ本当楽です。で、雨もこう、そうですね、落ちますもんね。たまることないですもんね。一応音とかもあんまりしないし。めっちゃいいですね。天井とかも断熱とかも入れてる。あ、入れてます。全部4センチの。いや、いいなぁ、こんなんしたいなぁ。そうですね、ほんとこれが決め手でしたね天窓は。これやばいですね、付属で。いや、めっちゃいい。こんなん、やばいね、こんなんしたいめっちゃ窓いっぱいあります、ね、そう、めっちゃ多いです。そうですね、今回ほんと前回もう全然なんか換気能力も低くて、 あと光があんま入らなかったんで。天窓と窓は1、2、3、4、5枚6、7。あ、そう、あ、ここもあるんや。ドア入れて7枚すげえわ。そうや、ドア入れてるの、ここもそうやね。まあね、ここもね、こっちは換気扇ですよね。そうですね、換気扇で、一応ここがキッチンになる。あ、予定の、予定の場所ですね。なるほどね。あ、だから換気扇をそこに置いて、換気扇やって、あ、はよ作ってくださいよテーブルばっか作っとらんと。そこにね、コンセントもあるんよ。あ、ほんまや。そうっすね、コンセント、やっぱ上は充電できないと。そうそうね、間違いない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 、あれもでも本当こういうコードでコンセントでいけるやつだって。簡単なやつですね基本もう簡単な電気システムです。あ、いや、いいと思いますよ。これもコンセントですし、この電気も、うん、AC も、うんうんうん、やっぱ LED の方が消費電力が少ないですかね。そうですね。あ、こう埋め込み式、埋め込み式ですね、上から。あ、この空間もいいな、思う、うん、そう、ここなんか自分の基地みたいにしようかな。いいですね、めっちゃいいっすよ。しか広いわ、やっぱ。いや、相当広いです、ね、全然違う。あ、いいですねなんかこの辺はここにつけたり。あ、なるほどね、気になるわ。あ、なるなるなるここなんか自分の書斎書斎、カーテンみたいにつけて。へえ。これまだ途中なんですけど、それがそこに来る。こういう感じで来ます。めっちゃいい。いや、その子に時間かかってるわけですね。そうそう。
こいつで手いっぱい。そうですよね。これも。これを磨いてる動画がいつインスタ見てもずっと磨いてる。そうですね。ずっと磨いてるわみたいな。これちょっといろいろ失敗してるんでガタガタなんでもうダメージ加工をつけて。ああわざとね。もうわざとすごいな。これ合計何時間磨いたんですか。これでも結構10日間ぐらい。いろいろミス失敗したんで本当板も全部張り付いちゃったりしていろいろね。ああなるほどすごいっすよ。これいつ見ても磨いてる。一応窓を開けるサンタクスと あなるほどね。挟んでるだけなんです、ね、そう挟んでるだけです。軽いやつがっつりいくやつ本気で開けたいときはまあ、なるほどね。この辺もどっかに飾る。あいやいいですね。もうなんかそういうイメージは湧いてるんですね。一応もうずっと妄想してるんですもう人生を捧げてるからこれにほんまに好きですね。そうですね。細かいところもある。いや細かい。なんか削って炙って。もう俺やったらこんなんせえへんもん。絶対せえへんもんね。こうなったらもういいだいぶサボりましたじゃん。いやいやいや。でもこれがあるからなんかここら辺置いとってもおしゃれ様になるもんね。じゃあっちも3点セット全部に断熱材が入って。そうですね。ここ天井も天井も床も全部スタイルホーム。全部スタイルホームの4センチ。ああ。スタイルさんいますねここに。はい、なるほど。スタイルさん。めっちゃできるの楽しみにしてます。いやありがとうございます。はい、まずちょっとですね本当に。はい、できた時またじゃあ行かせてください。行かせてください。むしろ一泊とかしてください。いいんですか？全然。喜んで。ありがとうございます。させていただきます。いやいやありがとうございます。いや僕らもちょっとね DIY をね、はいはい、しようと思ってるんで少しでもちょっと参考させてもらえたらなと思ってたんですけれども、はい、ちょっと自分たちのねこうレベルではもう参考とか無理だなとまあでもイメージはそうですね、はい、でも本当意外とシンプルなことしかやってないんで、多分誰でも本当に時間があればできるとは。いやでもすごいっすわ。じゃあ川瀬君と締めてくれるかな。そんなら川瀬君と締めてくれるかな。締めてくださいよ。そうよ3人で締めます。あそうですね。あそうですね。そうしましょうか。はいということで、今回は、川瀬くんの自作のキャンピングカーを紹介させていただきました。まあ参考になるかなと思ったけどちょっとクオリティがすごすぎてなかなかちょっと難しいですね。軽じゃないっていうところがね、そうですね、結構自由にできるっていう。結構自由にできました。やっぱ重量ってでかいですね。はい。川瀬くんYouTube やってますんで、はい、概要欄から。いやみんな知ってるって。はいはいはい、わかりました、わかりました。みんな知ってるよ。そう知ってるけれどももし、ね、改めて紹介します。もし万が一、はい、万が一知らない人がいたら、そうそうそっから、ね、登録してない人がいたら、はい、ちょっと万が一してもらえたらいいなと思うよ。バカンだって。ということで今日はありがとうございました。ありがとうございます。すいませんなんかお忙しい時に。ありがとうございます。ええ、忙しくないっす。フェスなんで。お前。はい、ということでまた次回お会いしましょう。さよなら。